陸上哨戒機東海東海陸上哨戒機。東海は第二次世界大戦の日本海軍の陸上大戦哨戒機である。旧一の名が示すように哨戒機として開発された日本最初の機体である。153機が生産され、終戦時には68機残存した。連合国コードネームはローナ。太平洋戦争が激化するにつれて、 本格的な対戦攻撃能力を持つ沿岸小海機の必要性を感じた海軍は1942年9月に渡辺鉄工所に17支召海機の開発施策を命じた。計画において要求された主な点はというものだった。渡辺では直ちに設計に取り掛かり九州飛行機と解消した1943年12月に施策1号機を完成させた。 なお、設計には、戦前に海軍がドイツから、総発急降下爆撃機研究用として、購入していた、ユンカース188爆撃機のデータが参考にされた。テストの結果は、方向安定性に、やや問題があったほかは、おおむね良好だったため、微翼の位置や面積を回収した、試作機、増加試作機を発揮製作した後に、 正式採用を待たずに1944年4月から量産が開始された。その後、機体装備の変更や武装の強化が行われ、1945年1月に東海11型として正式採用された。この他に派生型として7 7トル基準を2 0トル基準に変更した東海11項型や並列複層重方式を採用した。 練習機型である姿勢倒壊練習機があった。低馬力のエンジンで低速で長時間昇海飛行を行う機体である。潜水艦を発見すると同時に急降下攻撃を加えるよう要求され、250kg 爆弾2発を装備している。予定していた新型電炭が間に合わなかったため、旧式な H-6 電炭の性能を補う目的で3。 式 1>, 1号潜水艦磁気探知機 KMX を搭載し、広い視界を得るため機種を大きなガラス張りとした独特な形状をしている。操縦席は偵察員と並列複座となっていた。また一部の機体は地上局から超長波を発信すると潜水艦上空で干渉波が生じる現象を応用した C 装置を装備していた。最初に東海を配備されたのは 再帰海軍航空隊で1944年10月に東海による部隊が初めて編成された。当初は生産機はすべて再帰海軍航空隊に配備され飛行や整備の訓練を受けた。その後、再帰から各地の航空隊に配備されていくことになったが、立山基地の第901海軍航空隊に配備された機体が多かった。本機は主に チェジュ島、室浦基地などより、東シナ海、小笠原諸島方面において、対戦紹介活動に従事した。本機の最大の弱点は、対空性能を向上させるために低出力エネエンジンを採用したことで、発電力に余裕がなく、搭載電子機器に拡張性を持たせることができなかった点である。901空以外では、903空でも使用された。 戦後には、目視による捜索に加え潜水艦時期探知機、KMX を使用して、一週間に、米軍潜水艦を7隻も撃破したとのエピソードも、語られているが、日本側の交換戦士及び米軍側資料に、同様の記録は記載されていない。また、正式採用された頃には、日本軍は、本土周辺海域の制空権すら失っていたため、 本機のような低速かつ貧弱な自衛武装の機体での対戦紹介活動は極めて危険であり、敵戦闘機に遭遇した場合、反撃も逃げ切ることもできず、ただ、餌食となるだけであった。このため、本機は運用の開始が昭和19年10月であったにもかかわらず、終戦時までの短い期間に全生産機の半数以上が失われているなど、極めて高い損耗率を記録している。 ありがとうございます。